第三章。それから半月経ったある日、江戸の町々のイラカの上に泳いだ鯉のぼりが影を潜めると、長い旅に出ていた平次はどこからともなく神田の家へ帰ってきました。今帰ったよ。お前さん、お帰りなさい。ほんで出た女房のおしずは、肩助けも金繰り捨てるよぼにすがりつきたいのを我慢しし、姉さんかぶりの手ぬぐいを取って平次の肩から裾へ、旅の誇りを払ってやるのでした。留守中誰も来なかったかい？ええ、どなたもいらっしゃいません。おしなさんとハチが来るはずだが。平次はそう言いながら井戸端で足を洗って、せいせいした浴衣に着替えていると、八五郎とおしなが連れ立ってやってきました。親分、おけんなさい。半月昼寝をしていたにしちゃ日に焼けたね。つまらねえことを覚えてやがる。ところで早速だが、頼んだことはどうした？平次はおしなに座布団を勧めながら、明るい初夏の光を浴びて何のはばかる様子もなく、こう八五郎に話しかけるのでした。それが驚いたよ親分。江戸の盛り場というものは思いのほか大したもんだね。当たり前だ、女の数もあんなにあろうた思いもよらなかった。毎日毎日おしろい臭いのを首実験してつくづく嫌になりましたよ。おしまいにはムカついてくる。とんだ役得だ。ところで、さらわれた女に一人でも出くわしたか？平次は冗談を言いながら膝を進めます。一人もいねえ。身を沈めた訳を聞くと、どれもこれも気を揃えて親のためだ。なんだって江戸の盛り場にはあんなに親孝行が多いんだろう。バカ野郎。中から始まって千住新宿品川板橋の四宿をはじめ、大根畑から金猫銀猫いろは茶屋といった岡場所、三国から与鷹まで八丁堀の旦那のお声がかりで五百人立ち絵の上しらみつぶしに見て回ったが、暮れから先月へかけて本所深川で去られた娘などは一人もいねえ。ガラッパチは調子に乗って少し仕方話になりました。ご苦労ご苦労。大方そんなことだろうとは思ったが、一度当たってみねえうちゃ安心がならねえ。ところでおしなさん。親分、うちの若い者に手伝わせてこんなものをこしらえてみましたが、役に立つでしょうか？おしなは風呂敷を解くと、半紙横つづり十枚ばかりのを出して、決まり悪そうに平次の前に押しやります。これは大変だ。節で言うと何でもねえが、十何箇所を歩いてこれだけ書き上げるのは容易じゃねえ。平次はバラバラと繰り広げてざっと目を通しましたが、何に驚いたか重ねて、おしなさん、不思議なことがあるが気がつきなすったか？こう言いながら膝の上の帳面を叩きます。世行のことでしょ？おしなの賢い目はまたたきます。それだよおしなさん、人さらいのあった町はみんな本白金町の巴屋三右衛門が狭いをした町ばかりだ。平次は大変なことに気がつきました。巴屋というのはその頃越後屋と対抗した江戸一流の呉服屋で、呉服のほかに大伝馬町、金吹町などに陶物屋、米屋、金物屋などの店を持ち、今の百貨店、デパートをいくつにも割ったような豪勢な商売をしている店でした。主人の三右衛門はやがて50にも近い年配ですが、商売熱心な上に
世にもありがたい心がけの男で、年中善根を施すのを楽しみにしている人間だったのです。もっとも長者番付の三役どころで、金に不自由のないせいもあったでしょう。諸侯の寄付寄進はもとより、富豪の費用にもいとめもつけず、その上昨年の夏頃から浅草本所深川を中心に毎月八の日を決めて、一ヶ月一箇町の狭いを始め、町役人の肝入りで、その町内のものでさえあれば、一日三食ずつの米を施していたのです。狭いをもらう資格は女か子供と限られました。いかに夜波が悪いといっても、凶作飢饉というのでもないのですから、大の男がザルや風呂敷を持って三升の米をもらう行列に加わるわけにもいかず、女子供に限ったのはまことに当然の制限でもあったのでした。親分、その上人さらいは狭いのあった町を順々に荒らしていますよ。お品は宙を入れました。なるほど、これは面白い。去年の9月が長崎町、10月が松倉町、11月は中野港、11月は富んで森下、それから海辺大工町、それから浅草へ行って、これは驚いた。人さらいは執念深く狭いの後を追っかけて歩いている。親分、それはどういう半地紋だろう。ガラッパチの花はきな臭くうごめきます。巴屋は万両武元の筆頭だ。まさか貧乏人の娘をさらって売るはずはねえ。銭形の平次にもこれ以上のことはわかりません。第四章。親分、どこで昼寝をしてなすったんで。ガラッパチは改めて聞きました。よっぽど俺のお昼寝が尺に触ったと見えるな。安心するがいい。奥州街道、中山道、甲州街道の手近な宿宿を探し回った上、東海道はわざわざ箱根まで行ってみたが、この半年の間に関所破りもなく、怪しい女も通らねえ。それから別に人をやって、品川と岬と伊豆の船番所も渡ったが、女を乗せた船なんか一隻も通らねえとよ。へえ。昼寝どころの沙汰ではありません。たった15日間に平次がどれだけ骨を折ったか、ガラッパチは今さらうなるばかりです。30人の女は江戸の盛り場にも売られず、上方へ送られた様子もねえとなると、どうしても江戸にいなきゃならねえはずだ。もっとも生きているか死んでいるか、そこまではわからねえが。親分。お品はさすがに怯えました。30人の若え女だ。生きていりゃ泣きも笑いもするだろう。殺されたにしても死体のやり場があるめ。平次の言うのはもっともでした。江戸の真ん中で三十の死体を人目に触れないように処分する方法はありません。どうすりゃいいんだろう親分。とガラッパチ、たった一つ工夫がある。まあこれは難しい、命がけの仕事だ。平次は何やら思い惑う様子です。親分、命がけの仕事なんざお茶漬けほどにも考えちゃいねえこちとらじゃありませんか。ハチ、これをこうしろと威勢よくやっておくんなさい。ガラッパチの八五郎ははみ出した膝っこ臓をさすりながら、上目使いに平次の打ち沈んだ顔をねめ上げるのでした。てめえで間に合いや命惜しみなんぞするものか。まだこいつはいけねえ、女の子でなきゃ役に立たねえ仕事なんだ。口ではこんな荒っぽいことを言いながらも、平次の潤んだ目は
ガラッパチの純情を感謝しております。役に立つかどうか分かりませんが、私ならどうでしょう。おしなはつつましく口を入れました。おしなさん、そらいけねえ。そんなことをしてもらっちゃ石原の兄貴にすまねえ。平次はかたくなに頭を振りました。でも親分、本所深川の人さらいもこの上放っておいては父親の直れになります。おしなの決心にもよりどころがあります。親父の利助に代わって十手取り縄を恥ずかしめないためには、命を的の仕事に飛び込むのもやむを得ないことだったのです。なるほど、そういやその通りだが、こればっかりはいけねえ。どんなことをやらかしゃいんで、親分。ガラッパチはまた横合いから口を入れます。明日は8日で巴屋の狭い日だ。だが徳右衛門町と菊川町の二か町もの人数を南辻橋の橋爪の空き地に集めるというから、綺麗な娘を仕取り土地の者に仕立て、ざるか何か持たせて狭いをもらいにやろうという寸法だ。だがこのおとりは若くて綺麗でなくっちゃ務まらねえ。それじゃあ私では務まりそうもありません。シナは若くて綺麗でなくっちゃと聞いて寂しく笑って紛らせてしまいました。出戻りには相違ありませんが、お白い毛さえ嫌ったおしなは、美しくなければならぬおとりなどを買って出るようなたしなみのない女ではなかったのです。冗談でしょう。おしなさんほどの心臓は本所深川に5人とはね。とガラッパチ、バカ野郎、なんて口を聞きやがる。へえ。平次にたしなめられて一遍でへこんでしまいました。第五章。南辻橋の空き地、粗末な吉ずばりの小屋に青竹の手すりをぐるりと巡らしたところで、界隈の女子供は目のつんだざるや風呂敷持参で朝のうちから詰めかけてきました。世話人は巴屋の番頭手代に町内の飛び頭、臨時に借り集めた人足など、土間に積んだ20〜30俵の白米を1俵ずつほぐすと、順々に入ってくる女子供へ、マスで測って威勢よく分けてやっております。1人3升、少々ぐらいの暮らしの家は、無理をしても家族交代で出てくる仕組みになっておりました。町役人は人別帳を控えて、かねて家主から渡しておいた短冊型の切手と引き換えですから、手数な代わりごまかしも間違いも起こりません。4つ10時を少し回ると、主の巴屋三右衛門は番頭と飛び頭を従えて見回りにやってきました。50少し前といったでっぷりした恰幅で柔和な眉、少し鋭い知恵の輝きを思わせる目、20顎、大町人らしい管轄なうちにもなんとなく正気に悟い人柄を思わせるのが、地味な紬を着てニコニコへりくだった微笑をたたえながら、そっと小屋の横から狭いのせわしさや手すりの外の群衆などを満ち足りた様子で眺めているのでした。あれが巴屋の旦那だよ。へえ、道理で服装だ。大したものだね。三升だけのお世辞を言いながら、小腰をかがめて遠くから挨拶をするものなどがあります。旦那、銭形の平城屋分が来ていますよ。何？銭形？あれ、向こうから施し舞の行列を見ているのは平城屋分と子分の八五郎でございますよ。番頭に注意されると、巴屋三右衛門は黙ってうなずいて二人を従えたまま平次の方へ近づきました。
これは銭形の親分、ご苦労様で。桃江屋の旦那でしたか。結構な前婚ですね。みんなどんなに喜んでいるでしょう。いや、そう言われると決まりが悪い。ほんの少しばかり、私の気まぐれですよ。毎月のことですから、気まぐれや道楽じゃ続きはしません。恐れ入りやした。いやあ、もう。三右衛門は本当に恥ずかしそうに顔をあからめましたが、心の中では銭形平次に褒められたのをどんなに喜んだかわかりません。ところが巴屋の旦那、世の中にはいいことばかりはねえもんで、こんな結構なことのある本所深川に近頃若い女の門明かしが流行るのには困ったものじゃありませんか。平次は妙なことを言い出しました。そんな噂も聞きましたよ。困ったことで。三右衛門の柔和な顔が少し潜みました。え、施し米の順で人さらいをやるのは妙じゃありませんか。何を考えたか、平次は思い切ってズバズバものを言います。そりゃ初耳でしたよ。なるほど、そんなこともありましたかね。巴屋の主人もさすがに驚いた様子です。何か心当たりありませんか。心当たりは少しもありませんが、どうかしたら私の施し米にケチをつけようという企みじゃありませんか。商売に離れた施し米で、もとよりお客様のお心持ち、人気などを考えたわけじゃありませんが、これをやり始めてから不思議に商売の方が良くなっていきます。そんなこともあるでしょうね。手前どもの商売が良くなると、一方には悪くなる方もあるわけでしょう。つい人間の浅ましさで私を恨む者もできるわけで。巴屋はこうスラスラと言いましたが、平次の探るような目を見るとピタリと口をつぐんでしまいました。旦那、お棚を恨む者にお心当たりありませんか。平次は一歩進めました。さあ、それは別に心当たりと申すほどのことはありませんが。三右衛門は大棚の主人らしく応用に笑ってそっぽを向きます。その時、平次の目は施し米の行列の先頭、ちょうど小脇に抱えたザルへ三升の白米を入れてもらっている21、22の女の目と会いました。お、平次は危うく声を立てるところでした。若い人妻らしいその女の美しさが四方の汚いのに反映して、あたりにも輝かしいばかりでなく、その身なりがまた顔形とはにもつかぬ凄まじい汚さだったのです。肩も肘も抜けた素合わせ、よれよれの帯を締めて素足に冷や飯草履、ほこりだらけな髪をひっつめていぼじり巻きにし、色いの毛がみじんもないのに艶のよい玉のような顔の色は、どう見てもその日のものに困る人間ではありません。その女が米をもらっていそいそと逃げるように立ち走ると、少し離れて南辻橋のたもとに立っていた頬に古い傷跡のある遊び人風の男が、どこやらと合図を交わしているのが、物に慣れた平次の目には実によくわかるのです。巴屋の旦那、あっしがこうして施し米を見張っているわけはお分かりでしょうね。この上人さらいなどがあると、これほどの前婚も沙汰やみにならないとも限りません。そうなると第一貧乏人がかえそうじゃありませんか。平次は妙なことを言い出します。ありがとうございます。親分が見張ってくださるんで、どんなに心強いか分かりません。でも世間では人さらいは人間業ではない、あれは神隠しだと言っているそうですが。そんなバカなことがあるもんですか。人間も人間、容易ならぬ人間ですよ。長旦那、あっしも銭形とかなんとか言われて少しは悪者に煙たがられた男です。女の子をさらうような
卑怯な野郎に負けようとは思いもよらねえ。足が見張っているうちは指もささせるこっちゃありませんよ。平次は日頃にもない大言壮語を吐き散らします。驚いたのはそばにいたガラッパチ、いやそれより驚いたのは桃屋の三右衛門でした。親分、それは本当で？あっしは自慢はでえきれいですよ。これでは挨拶のしようがありません。